皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は企業が成功する人が必ず持っている現実化思考を整えるための3つのコツということについてお伝えしていきたいと思います。私は経営の方、集客とか経営の方を見ているコンサルタントなわけなんですけれども、少し変わっているところがですね、ただ単にその、数字を作るためとか、そのやり方ですね、ノウハウだけを伝えるコンサルタントではなく、マインド、メンタルの部分ですね、そちらの方も合わせて見ていって整えていくっていうことをやっているタイプのコンサルタントなので、ノウハウの部分とあと精神的な部分ですね、これを同時に教えていっているっていうのが私の一つのやり方の特徴なんですね。で、なぜそういうふうになってしまったかというとですね、当初はノウハウだけ教えてたんですよ。要は皆さんが知りたいのがノウハウっていうところが非常に多かったので、教えるうちにできる人とできない人の差がはっきりしてきたんですね。できない人は何でじゃあ停滞してしまっているのかとか止まってしまっているかっていうと、ご自身の自分の気持ちの持ちようであったりとか、本来はそんなに気にするべきものではないことを自分の中でぐる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 考えてしまって、結果として行動に踏み出せないがために何も成果が出ないっていう方がいらっしゃるっていうことが途中で分かったので、やはりそのマインド部分ですね、思考を切り替えない限りは成功しないんだなっていうのがその時分かったんです。で、私はラッキーなことに先天的にというか、多分幼少時の環境のせいだと思うんですけれども、そのマインドというか、何でしょうね、モチベーションというかメンタルが強いっていうか、おそらく今の人たちが経験してないような、そういう環境を、経験していたからかもしれないんですけど、多少のことでへこたれないっていう、雑草マインドといえばいいんでしょうか。踏まれても踏まれても引っこ抜かれても根を下ろしてまた生えてくるみたいな、そういう環境をしてきたので、自然と身についちゃってたので、自分はだから普通にできちゃってたんですよね。だけれどもそうじゃない人を見るにつけて、そこも修正していかないと成功しないんだなっていうことがある時分かったんです。で、成功してる人、うまくいってる人は、それがもともと整ってる人がノウハウを身につけると上乗せでうまくいくっていうことが分かっていたので、私はコンサルティング契約をしてですね、その人のマインドがあまりにもこう停滞する癖とか、行動できない癖を持っている方に関しては、ノウハウを教えるよりもそっちを整えることをまず優先して、それができた後に上乗せでノウハウとあと行動実践ということでお願いをしているんですね。で、その際に現実化思考ということを今日お伝えしていくんですけども、現実化思考っていうのは一体何なのかっていうと、何か願い事があるとしますよね。そうですね。じゃあ起業して、そうですね、教室業で1000万欲しいとかっていう金額で言うのか、それとも例えばレシピ本とかを出して著名な先生になるとか、そういう物理的な目標だけじゃないにしてもですね、じゃあ人々に喜びを与えて、皆さんに、素敵な自分の技術を伝えていきたい生徒さん5000人に教えるとか、そういう何か目標があったとするじゃないですか。で、それを叶えるためには、そうなったらいいなレベルだと厳しいですよね。当然行動っていうのが伴わなくてはいけなくて、その行動を考えるための思考を整えなくてはいけなくて、今日はその思考を整えるための3つのコツをお話をしたいと思います。長くなりましたけどね。なんで人によっては、いや私ノウハウ知りたいのにそんな整えるとかまどろっこしいことはいいですっていう方は、この先はスルーしてもらって構わないです。私が感じているクライアントさん見ての実感のお話です。で、人によってはそれスピリチュアルじゃないとか、こういう顔する方とかもねいらっしゃるんですけれども、スピリチュアルっていうのは本来別に怪しいことでも何でもなくて、人間には未知なる力とかも当然あるわけで、ナイトヘッドと呼ばれる脳を使っていない氷山の一角しか私たちは使っていないと言われて、 90% がまだ寝ている力を持っているっていうのがまあまあ話としてあったりとかしますのでね、その部分を上手にもしも使うことができたりとか、心の持ちようで売り上げが上がったりとか事業が成功するんだったら、そっちの方がノウハウを覚えて頑張るより多分楽なんですよ。はい、なのでその期間になるお話を知っておいた方がいいと思ってお話をしていきたいと思います。はい、それではですね、まず現実化思考を整えるための3つのコツ、結論から申し上げます。まず1つ目ですね、引き寄せです。2つ目、言霊。3つ目、場作り。これをちょっとテーマにお伝えしていきたいと思います。まずですね、引き寄せ、引き寄せに関しては、こちらはいろんなところでされてますし、いろんな本も出てますし、どの考え方を採用しても構わないんですけれども、私のイメージではですね、量子物理学ですね、その感覚が近いと思っているんですね。量子物理学ってじゃあ何なのっていうのをお話しすると、そこにそのものがあると認識するから、そのものがそこに存在するみたいな、量子、要はもうすごい細かい細かいもう目に見えないようなものがこう脳として認識されたら、そこにその物体があるっていう、まあ、そういう理論なんですけどね。ちょっともう少し現実っぽく言いますね。じゃあここに今ボールペンがあるんですけれども、ここにボールペンがあるのが、私がボールペンがあると認識していて持ってるから、ボールペンがあることになってます。例えばですね、これよく、まあ、カードとかそういうのでもあったりするんですけど、じゃあボールペンが机の上とかに、紙とかノートとかいろんなものと携帯とかとガサガサガサって置いてあった机を見た瞬間に、じゃあちょっとパッと机から離れて、今のテーブルにボールペンって置いてありましたかって聞かれた時に、まあ、もちろん印象強く覚えてた方、あと脳がですね、なんだっけな、そのまま写真、フォトリーディングっていうのかな、写真を撮ったように脳に記憶させる能力を持っている方いらっしゃるんで、その方は意識してなくても写真を撮っているので、あ、ボールペンあそこにあったよねって言えるんで、ボールペンありましたって言えるんですけど、普通の方はこれからそのボールペンがあるかどうかを見てくださいって言われれば見るんですけど、その雑多な情報を一気に入れた場合に、自分が注目してない限りはそれが理解できないっていうか、あったかどうかわからないっていうケースがあったりします。そうするとボールペンはその人にとってはそこになかったことになるという場合もあったりするわけなんですよね。ですからここ非常に不思議な話で、例えば黄色い車はどれぐらい道路を走ってるかっていう話になるんですけれども、黄色い車っていうのは、まあ、そんなにないと思うじゃないですか。だけれども5分間道に出てみてバーッと見ると、黄色い車黄色い車って必死に探すとですね、案外通るんですよ、5分間って。私数えた時に11台12台通りました。でこの話をすると、いや0台1台ですかっていう方結構多いんですけど、本当に実際に測るとですね、案外通ってるんですよ。黄色っていうものに着目するからです。だから通常は見逃している、見ていないっていうことになっているものは、自分の世界の中ではないことになっているっていうのが、まあ、通常の世界観になります。ということはですね、ないことになっているっていうことを考えた場合には、それがあることにするっていうことによって認識されるようになるので、よくチャンスを捕まえられる人と捕まえられない人っていうのがいる場合に、チャンスを捕まえることができる人っていうのは、常日頃その欲しいものに対してアンテナが強く立っている状態なんですね。だから見つけることができるし、探すこともできて、引き寄せて捕まえることができるんですね。だからアンテナが立ってない人は見つけることができないんですよ。なぜならスルーしてしまうから、認識してないからなんですね。だから引き寄せっていうのは、待ってたらなんか来るとか、願ったら来るとかっていう問題じゃなくて、どちらかっていうと最初からそれが探そうっていう意識を脳に覚えさせて、それに必要な情報を取りに行かせることによって引き寄せたかのように思われるみたいな、そのメカニズムが私は引き寄せの科学なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。だから偶然でもスピリチュアルでも何でもなくて、自分の思考をそのように整えると必要な情報がたくさん入ってくるっていう、それだけのことですね。必要な情報がたくさん入ってくるっていうことは、例えば助けてくれる人が見つかるとか、自分にとって必要な本に出会えるとか、セミナーに出会えるとか、人に出会えるとか、そういうふうに運が巡っていくような形になるので、まずはその自分の中で何が欲しいのかっていうのを自覚して、それに関する情報収集し始めてもいいんですけどね、その延長上に見えてくるものがあるから、結果として引き寄せられちゃうみたいな、そんな感覚です。なので引き寄せの思考っていうのは棚ぼた式にどうのこうのっていうよりは、もうちょっと自主的に動くから捕まえられるイメージが近くって、まだ見ない形のものを欲しいと認識するところからスタートするんじゃないかなと思います。だからさっき話したその教室で1000万稼ぎたいって言ったら、1000万稼ぎたいっていうことをまず自覚するところから始まって、じゃあ1000万ってどういうふうに稼いだらいいんだろうかっていうことで、実際具体的な内容を考えていきますね。でレッスンフィーが5000円とかだったら、おそらく計算すればすぐ分かると思うんですけれども、30日働いたって1000万にはならないんですよね。そうすると、じゃあもうちょっと高額単価の講座作んなきゃいけないのかとか、授業2個か3個を同時にやったらできるのかとか、いろいろ違うことを考え始めるので、まずは自分の形、それを世の中の数字的には目標っていう言葉で表されたりするんですけれども、それを自覚するところから始めると、それに沿ったルートが見えてくるっていう感覚ですね。でこれは余談になるんですけれども、私の感覚ではですね、時間はかかったとしても、それを諦めない限りには必ずそこにたどり着くというイメージがあって、負けない強い信念と、金額が大きければ大きいほど努力の深さと幅と時間が必要になっちゃうんですけどね。例えばそうですね、今の私が100億を稼ぎたいとか言うと、方法が全然わからないので、おそらく100億稼いでいる、300とか500ぐらい稼いでる人にどうやったら会いに行って話を聞けるだろうかっていうことを多分考えます。その人から話聞かないと何をするべきかが分からなくて、どういうふうにしていくのが一番早いか、一人では多分無理なので、何人かパートナーを見つけないと多分無理なんだと思うんですけどね。ただ今お金が分かりやすいのでお金で言いましたけれども、別に稼ぐこと、お金イコールだけが人生の全てではありません。私的にはですね、例えば世界一周旅行とかしてみたいなと思うと、お金があった方がいいわけですよね。例えば、春には北海道、冬には沖縄、夏には北海道っていうね、移住をしながら住んで仕事をするっていうのも、インターネットが発達した今、特にコンサル業の私であれば、拠点は今横浜好きなんで別に横浜でいいんですけど、どこでもできるコンサル業だからっていうのがありますからね。そうするとどこでも暮らしながら好きな場所を選んで、好きな時間仕事をするっていうことができるようになる可能性がある仕事を今選んでいます。それができるかできないか、もうちょっと稼いでお金をやる、手元に入るようにすればできるようになるかなっていうところなんで、それを願うか思うか、それのための手段をどうしようって思うかどうかで行動が変わってくるっていうのが私が思う引き寄せの法則なので、自分が意識して形を作ろうと願うことがイコールその状態に自分を持っていくことになるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で2つ目ですね、もしかしたら引き寄せと若干似てるのかもしれないですけど、言霊です、発する言葉ですね。発する言葉がやはり自分の周りの環境を作っていくっていう部分は非常に感じていてですね、無理くりにポジティブな言葉を発する必要もないんですけれども、基本やっぱり明るい言葉を発している人には明るい人たちが寄っていきますし、暗い言葉を発している人にはやっぱネガティブな暗めの人が寄っていくようにできてます。なぜならば人っていうのはやはりこう共感とか同調したいところにこう群れをなす習性がもともとあって、特に女性の場合にはそれが顕著ですね。陰口とか悪口を言うグループの女性はみんなそっちです、やっぱり。でじゃあなぜ前向きな人がそこに入れないかっていうと、気持ち悪くてそこに入れないからいないだけです。なので好きな人はそこにいてぐるぐるしてれば大丈夫なわけなんですよ。で私はそういうグループとかもともと好きではなかったし、どこかに属してその中にいる安住みたいな位置を好む人ではなかったので、別に人付き合いはしてましたけど、グループができててもそのグループちょいちょいって顔は出してましたけれども、どこかに属していやこのグループだからこうしなくちゃいけないとかっていう縛りの中で友人関係を作ったことはないですね。友人はいます、いるんですけれども、対等な関係なので、じゃあ今一緒に行こうかって言ったらくっつくし、そうでなければ普通にお互いが自立した存在として離れてる、困ったことがあれば助けることもするしっていう、そういうついて離れてっていう、そういう心地よい関係が取れる人とだけ私は付き合うようにしています。なので言葉のものを一つとってもですね、可能な限り外に向かって発する言葉は、明るい言葉の方がやっぱりいいですね。はい、その方が周りがいい環境に自然と整っていきます。あとはもう一つ脳科学的に言うとですね、やはりポジティブな言葉もネガティブな言葉も脳は全部主語を認識しないっていう仕組みがあるらしくですね、例えば相手に悪口言ったとするじゃないですか。バカだねとか、全然そういうことできないしとか、なんかね、そういうことを言うと、自分も若干傷つくんですけどね、そういう言葉を言うと。脳ってその相手に言ったとか自分に言ったっていうのを認識しないので、それを叶えてくれようとするんです。だからバカだねって言ったら、バカだねっていう自分をちゃんと作ってくれます。なので可愛いねとか、仕事ができる、頑張ってるよねとかっていうと、その自分の褒めた言葉を脳が自分に対して返してくれるので、基本綺麗な言葉を使う方が人格が整っていきます。だから例えばものすごく顔は綺麗で美人なのに吐く言葉が汚い方って、やっぱり顔の作りは綺麗だけど顔が美しくないっていう方多いですよね。40代50代になってくると本当に人生観がそのまんま顔に出るなっていうふうに思っていて、こんな話をしてて私の顔はどうなんだっていう話にもなるのかもしれないですけどね。人形は顔が命とかっていう言葉もあったりしますけどね、人間も40、50とか過ぎると人生の年輪が顔に刻まれていきますからね、どういう人生過ごしてきたかでやっぱり目つきが悪い人になっちゃってたりとか、明るく朗らかな感じだったりとか、いろいろそういうこう雰囲気の違いっていうのは出てきたりしますのでね。私はマルカン、斉藤ひとりさんっていう方が結構好きでよく読みますけど、納税版長者番付1位とかを連続で取られた方で、とにかくポジティブですね。悪いことがあってもついてるついてるって言い続けるタイプの方で、それを読んだ時にあ、そうなんだな、ついてるっていうふうに言うことによってついてる現象に今起こってることを変えてしまうんだなっていうのが読んでて理解できたんですね。例えば転んだとするじゃないですか、歩いてて。でその時に、ついてるって仮に言ったとするじゃないですか。でついてるっていう理由を考える、通常はついてないですよ、転んじゃって怪我しちゃってすりむいちゃったりとかしたら。でついてるって言った瞬間についてる理由をもしも考えるのであれば、例えばもっと大きな事故にならなくてよかった、すり傷だけでよかった、ついてるっていうのもあるし、例えばそれによって乗りたかったバスに遅れてしまったっていうところで、例えばそのバスに乗り遅れたことによって何か電車に乗り遅れてとか、アクシデントって大概そういうことになっていくんですけれども、それによって例えば隣に、座った方とかと何かすごいご縁ができて、お仕事結びついちゃった方みたいな、方もいらっしゃるので、そこに乗らなかったことが自分の運を切り開くみたいなこともあったりする時もあります。意図的じゃなくてですよ、偶然の結果として。ただその時についてるっていうところから始まると、何かいいことがあるに違いないっていうふうに思って、そこから発想するので、ワクワクを多分ね脳は捕まえに行こうとしてるんだと思います。だから結果うまくいく。だから基本どんなにきつくても、ついてるって思う状況っていうのは持った方が多分いいんだろうなっていうのは体感で感じてることです。仕事っていうのは全てうまくいくわけではないです。これはお分かりだと思いますけど、私もメンタルの部分でですね、対外コントロールはできてるんですけども、それでも何個か重なったりとか、非常に気持ち的に落ち込むというか、辛い衝撃的な別れ的なものとかがあった時には、さすがに思考が止まる時があります。その時にお仕事の方も止まった時がありまして、でそこから戻していくっていうところにおいて、友人に言われたことがあったんです。私はできるっていうこととかね、こんなに楽しいとか、幸せです、感謝してますとかね、神様言葉っていう言葉で言うのかな、ひとりさんっていうと、それを毎日30回言ってくださいとかって言われたんです、私の友人に。業績も落ちてるし、必死なんですよ、こっちは集客で。でその時にそんな「感謝してます」「幸せです」とか言えないよそんなのって言ったら、とにかく言ってくださいって言われて、最初だからしぶしぶ言ってましたよ「私は幸せです」とか「感謝してます」とかって言って。でも言葉と顔の表情が合ってないのってやっぱり気持ち悪くてですね、どうせ言うんならじゃあもうちょっと心込めて言おうかなとか「私は幸せです」とかね「感謝してます」とか、結構いい言葉言うとね、笑顔が自然に出てくるんですよね。で笑顔が出てくるとあんまりね落ち込んだ思考になりにくいんですよ。だから言葉が先かなってその時思いました。結果として好転していってるし、業績も V 字回復したんで問題はなかったんですけど、その時それを言ってくれた私の友人にはもちろん感謝はしているんですが、あの時はそんな気持ちじゃないのにそんなこと言うのかよぐらいの感覚で持ってましたけどね、私ね。でもそれには感謝してます。なので言霊っていうのは非常に大事だなっていうのが2点目です。で最後3点目ですね、場作りです。場作りっていうのが何なのっていう話なんですけど、よく言うじゃないですか、朱に染まれば赤くなる、白とかがね赤いとこ行っちゃうと赤くなるみたいに、どこの場とか、誰と付き合うのかとか、そういうのを選ぶのもご自身なので、自分にとって波動がいいというか心地いい環境、それが傷の舐め合いとかっていうのはちょっとどうかなっていうふうには思うんですけどね、心地いい環境の場所を選ぶっていうことが一つ必要かなと思ってるんですね。なぜならば、例えば自分がこうしようってマインドの部分整えたとするじゃないですか。で実際にそれを行動することによってそれをさらに現実化していくようにやっていきますよね。でそこに上乗せになるのが、自分がまずマインドを整えてノウハウを乗っかってきて動き始めている。でそこの外側にあるのが場になりますので、誰と付き合うのかとか、どこに自分の身を置くのかっていうことを選択を間違えると、ここどんなによく整っててもこっちの影響でですねうまくいかなくなっちゃうこととかあるんですよね。だからものすごくポジティブで仕事をできるような頑張り屋さんがネガティブな集団にうっかり足踏み入れてしまうと、そっちの空気感に染まっちゃうので思考までね変えられちゃうんですよ、そっちの空間に行っちゃうと。だから場をどこに自分の体を置くのかっていうのは非常に大事で、嗅覚がないといけないんですけどね、この場に行ったら良くないとかね、ここのグループにはいない方がいいとか、ここで仕事をするのはどうなのかとか、このパートナーと一緒に組むのはどうなのかとか、うっかりくっついちゃって、違ったなって気づいた時にはなるべく早いうちに切るとかね、どうにかした方がいいですよ。悪影響がただ流れで流され続けて、要は自分がそういう思考で凝り固まっていく風にじわ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 と変わっていってしまいます。だから思考とか、洗脳っていう言葉があったりするんですけど、それってもう外側から思考能力を奪ってしまって、もう自分の思い通りに操作するっていうのが、洗脳っていうことになるわけなんですけど、人っていうのはそういう風になりやすいものなので、だからこそ自主的に自分でどこにいるべきか、必ずしも何かに団体に属せって言ってるわけじゃないですよ。例えばどこかに行くとか何かをする、誰かと関わるっていう時に、その場は自分にとって心地いいのか良くないのか、自分を成長させてくれそうな場所なのかどうなのかっていうのを選ぶっていうことが一つ課題になります。で、例えばですね、ステージのね大きい方にはもしやちょっと面倒な話なのかもしれないですけれども、例えばですね、さっきちょっと100億の話しましたけど、私が100億稼ぎたかったら100億の人の思考と思想を理解しなくちゃいけなくて、自分に足りないものは何なのかを理解するためにそういう人の話を聞くっていうのが必要っていうのを言いましたよね。だからお金だけじゃないにしても、憧れている人、できている人が仮にいたとして、その人の考え方を触れる、ないしは理解するっていう機会を持てば、それに寄せていくことはできるんですね。なのでなるべくそういう機会は私作るようにしていて、例えばだからそうだな、自分が成長したい5倍以上先を言っている人、もっと言えば10倍から100倍の人見たいんですけども、手が届かない場合には全然ちょっといかない場合、まずは5から10倍のとこぐらいの人を見て、その人って例えばお仕事ってどう考えてるのか、時間の使い方どう考えてるのか、家庭生活、家族をどういうふうに考えていて大切にしているのかとか、私ギスギスした形でお金儲けしたいとは別に思ってないので、お金はないよりはあった方がいいです。ただどの道ですね、死んだら持っていけないんですよ、別に墓場にお金なんて。だから回るものだと思っているし、もっと言えば私飛ぶっていう字が好きなんでね、お金は飛ばしてあげるもんだと思ってるんです。で、飛ばして、で戻ってきてね、お友達を連れて札が2枚になったり3枚になったりして帰ってくるといいかなっていうところで、飛ばすのが先だと思っているので、貯蓄はもちろんそれなりにはする部分はありますけれども、必要以上に溜め込んでもどの道意味がないと思っているので、はい、そういう動きでお金っていうものを捉えています。自由になること、選べる選択肢が増えるっていう便利なツールではありますけれども、お金の亡者になると心がすさみますのでね、人間として生きていく上ではやっぱり心のありようとか持ちようっていうのが必要かなと思うので、だからこそ誰と付き合うのか、どこに行くのか、どこにいるのか、これを最重要視したいなっていうのが場作りです。はい、ちょっと長くなりましたけれども、これをまとめると、3つのポイントですね。引き寄せ、1つ目引き寄せ、2つ目言霊、3つ目場作り、大体成功してる人はこれが上手にできてますなので私が思う成功者のコツっていうかポイントがそんな感じになってますので、是非ですね、今に持ってないことだなとご自身で気がついたところがあったら、1個からでもいいので、その考えを持ってみるっていうことからスタートしてみるのもいいんじゃないかと思いますので、頑張ってみてください。それでは。